美作市の養鶏場で病原性の高い疑いのある鳥インフルエンザが発生したことが分かりました。岡山県では2015年以来の発生で、県はおよそ64万羽の殺処分を進めています。この先の養鶏場で鳥インフルエンザが発生しました。防護服を着た作業員が養鶏場に向かっていきます。昨日、美作市内の養鶏場から同じ鶏舎で67羽が固まって死んでいると通報がありました。岡山県が遺伝子検査を行った結果、病原性の高い疑いのある鳥インフルエンザウイルスが検出されました。県は自衛隊に災害派遣を要請して、採卵用の鶏およそ64万羽の殺処分を進めていて、今後1週間をめどに完了させる見通しです。殺処分される鶏の数としては全国でも過去最大規模です。またこの養鶏場から半径10キロ以内の鶏や卵の持ち出しを禁じたほか、周辺6カ所に消毒ポイントを設け防疫措置を行っています。鳥インフルエンザ、人にうつることはありません。そういった例は世界中で一件も報告をされていないところでございます。ぜひ冷静に行動をしていただければと思います。岡山県内で鳥インフルエンザが発生するのは2015年1月、笠岡市で確認されて以来です。